鰹節よし、揚げ衣もよし、米もちょうど水に浸しといてラッキーだったぜ。待ってろよ、超絶うめえ天丼をお見舞いしてやっからな。雪平相馬、君はあの日もそんな顔をしていたわね。十傑第一席司英氏との勝負、あまりにも強大な壁に挑んでいるというのに、料理が楽しくて仕方ないという表情。私も幼い頃はあんな顔をしていたはずなのに。エリナ様はナキリ家を背負う責任をお持ちです。自分よりもまずお家のことを第一に行動してくださいますよ。あれが神の舌だ、今のうちに媚び売っといた方がいいぞ。あのね、エリナ、私いつか東月学園で一番の料理人になるわ。大好きな料理を極められたらきっとすっごく楽しいと思うの。いとこだからって容赦はしないわよ。お互い頑張りましょう。ええ、そうね。ごめんなさいアリス、私料理することが楽しいなんてちっとも思えないのよ。またしけた面になってんな。いつも偉そうなのに時々そういうことあるよな。お前な、何よ。もっとシャキッとしろよ。なんせこちとら俺らが初めて会った日のリベンジができるってすげえワクワクしてんだからさ。まずいわよ。楽しみにしてな。あんたの口からはっきりとうまいって言わせてやるよ。今日こそお前の口からはっきりとうまいって言わせてやるよ。お上がりよ。